商品届いてないの？頼むよね。あのさ、これ通販番組なんだから、商品届いてなかったらどうしようもないでしょ。ちょっとどうすんの、もう生放送始まっちゃうんだよ。ジャパペット牛田のテレビショッピング始まっちゃうんだよ。もう商品なくてどうすんの。プロデューサーは？プロデューサーどこ行ったの？プロデューサーは牛ちゃん。あ、プロデューサー、ちょっと商品ないってどういうことですか。ちょっと牛ちゃん元気？牛ちゃん、牛ちゃん、あの牛ちゃん、牛ちゃん、ちょっと肩痛いんですけど、それやめてもらえません？あの商品がまだ来てないんですよね。それがさ、もうね、何、商品出してくれる会社決まってたのに直前になってさ、やっぱ出さないとか言い出してさ。そうなんですか？それひどい会社ですね。そうなんだよ、ちょっと僕がぼったくろうとしただけでさ。あ、ひどいのあんただ。いやいや、だってさ、もう決まってたんだよ商品。ちょっとぼったくろうとしただけなのにな。あの、じゃあ商品どうするんですか？もう生放送始まっちゃいますよ、生放送。そこはね、牛ちゃん、敏腕プロデューサー、敏腕プロデューサー、すいません肩痛いんですけど、ちゃんとね商品は用意してあるの。あ、そうなんですか。うん、ちょうど僕ね、最近あの引っ越しをして、たくさんの商品が出たんだよね。なんかニュアンスだけ聞くとゴミみたいに聞こえるんですけど、いやいや、そんなことないよ。あの引っ越しした時にさ、すげえ出たから。ちなみにね、その箱、ちょっと箱に入れてきた、これね。はい、あー、しっかりゴミって書いてある。これいいでしょ。これね、ちゃんと中身はいいもん入ってんのよ。本当ですか？ゴミって書いてありますけど大丈夫なんだって。こいしょ、ちょっとまん、待って、見てて、こいしょ、ほらほら、ダンダダン、シェーバー。ああ、まあ確かにこういうんだったらね、多少通販の商品っぽいですけど、買えるには必要ないでしょう。なんで買ったんですかこれ。いやー、それがさ、意外とケバケバしてんだよね。ケバケバしてんだ。あ、そうなんだ。まあでもこんなのだったら一応いい商品は商品ですね。でしょ？これがね、牛ちゃん、すごい機能ついてんだよ。え、なんですか？あのね、あのジェルとかさ、つけてすげえ滑り良くなるみたいなの売ってんじゃん、あの電気カミソリ用の。はいはい、あれがなくても超滑らかに剃れんの。それあんたの体液のせいなんじゃないですか？全身いつもヌルヌルしてるからみたいなことで、このシェーバーの特殊能力じゃないでしょそれ。いやいや、でもだよ、でもシェーバー、サルドシェーバーだよ。ああ、そう。え、じゃあそういうのちゃんといっぱいあるんですね。いっぱいある。だから今日はこういう商品バンバン出していくから。ああ、わかりました。じゃあ、あの今日アシスタントやってくださいよ、ちゃんと。あ、大丈夫だ。バンバン商品出してきて、したら僕それ何ですかとか聞くんで。 OKOK、 任せておいて。まずはシェーバーからいくから。ああ、そうですか、わかりました。じゃあもう番組始まっちゃうんで、もう行きますよ早く。わかったわかった、任せといて。よし、まず入れとこね。え、今回で対
てください。こちらの商品、ほらね、これやっぱりね、まあ皆さん必需品ですから、これ必要ですよね。そうだね、やっぱりいるよね。残念、本当に壊れてさえなければね。え、これ壊れてるんですか。それね、うんともすんとも言わないんだよ。次の商品でーす。イエーイ。次の商品いっちゃう、もういっちゃう、次の商品いっちゃう、もうお願いします。早く、次、早く。次の商品はね、すごいよこれ。でんでれーん、でれんでれん、ゴミ出てんだよね、やっぱりゴミ出てんだよ、ゴミが。じゃーんじゃじゃーん、ほら見て、これはすごいでしょ。これね、体脂肪測るやつ。あ、怒った。ちょっとしっかりしてくださいよ、変なとこに気取られるからですよ。ちょっとあらぬところから声がした気がして、すまんすまん、申し訳ない。これだよこれ、ほらじゃん、見えるかな、体脂肪を測るやつ。あー、なるほど、これはね、またいいですね。ただまたしても、あのカエルに必要のないものが、これ使ってみました。使った使った、どうでした。エラーって出たですよね。ただカエルではエラーですけど、これはちゃんと一般の人が使えばですね、ちゃんと数字が出る代物です。壊れてさえなければね。次の商品でーす。ちょっと待って、壊れてるのやめてもらえません？壊れてるのもうダメですよ。え、壊れてるのダメなの？ダメダメ、絶対ダメ。壊れてるのダメな、じゃあもうねえよ。おいおい、壊れてるの完全にゴミじゃないかよ。じゃあなんかあんでしょ、なんか持ってきてよ、なんか。まあ壊れてるのダメなんでしょ。それは何ですかね。花。花か。これ花。あ、花ね。これ皆さん、花です。ね、やっぱりね、今の時代花が高くないとモテませんから、花大事ですよね。見てください、このアシスタントのカエルさんも花合ってないようなもんですから。そんなカエルさんもこの花をつけると、オーフ、イッツグレート、アメリカン、アメリカンな感じで、ほらもうすごい、全然カエルじゃないみたい、ほらほら、もうカエルじゃないみたい、ベルセルクの魔物みたい、ほらすごいよこれは。これじゃあ次の商品もいっちゃう。あ、そのままそのままいく。じゃあいっちゃって、次の商品いっちゃいますよ、ね、カエルさん、それ予想以上に気持ち悪いぞ。次の商品はね、こちら、じゃんじゃじゃん、ベン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 、これは何ですかね。これはね、ちょっと持ってて、これじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん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 じゃじゃん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 、あー、もしかしてこれ唇だね。つけちゃう。なんでちょっとノリノリになってきてるんですか。なんですかそれ。まあとりあえず唇もこうね、じゃあつけたりとかして、つけたりとかして、こうね、こうかな。もうやめてもらいます、それ。ちょっと画面耐えられないんで、それちょっと勘弁してください。いや、えらいことになってきましたね。いいだろう、これいい感じだろう。次まだあるんですかね。ある、あるよ、ちょっと言っとこうか。これ次はね、これだよ、ね、あ、引きの絵もまた抜群に怖いですね。次はね、これだよ、バンババーン。ちょっと待ってください、後半なんでバラエティグッズばっかりなんですか。ダメでしょそんなのばっかり。まあこれもさ、いいじゃない、ちょっとつけちゃう。
乗ってんな、今日乗ってんな、カエルさん今日乗ってんな、ちょっと一応つけときますか、せっかくだからね、まあ、見てる人にもそれが分かりやすいでしょう。これをね、こう、よし、こうかな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 、おい、お前誰だ。いやー、これいいね、これいいね、君、ちょっとなんか楽しくなってきちゃうね。これちょっと生放送なんですけど、ちょっと、いやー、これいいんじゃない。あのさ、ちょっと壊れてるものとかさ、バラエティグッズとかさ、こんな売れるわけないでしょ。あれ、牛ちゃん、一つ言わせてもらってもいいかな。諦めた時に夢って終わっちまうんだぜ。その顔で言われてもな、かっこいいセリフかもしれないけど、その顔で言われてもな、ちょっとまあ、とりあえずもう番組もですね、この辺りで終了な、ちょっとやめてください、それちょっと向こう向いてください。まあ番組もね、この辺りでもう終了なんでね、皆さん、とりあえずですね、もう画面に映ってるもの、何でも、なんかもし欲しいのあったら、電話してくださいね、お願いします。それでは以上、ジャパペット牛田のテレビショッピングでした。怖い、見切れてるんですよ。ちょっとカエルさん、こんな商品さ、売れるわけないでしょ。そうかな、意外といいと思うんだけどな俺。なに、本当、ああすごいじゃない。どうしたんですか。なに、もしかして売れたんですか。売れた、牛が売れた。僕